あの頃は僕も若かった。今は素直にリスペクトしているよ。メジャー挑戦5年目にして初のホームラン王に輝いた大谷翔平選手、日本人初となるビッグタイトルの獲得に、大谷選手のファンだけでなく世界中の野球ファンから称賛の声が寄せられています。そんな中、トラ兄の愛称でも親しまれるエンゼルスのトラウト選手が、今だから言えるけど翔平には嫉妬しかない時期もあったと、才能を妬ましく思っていた時期があったことを吐露したから驚きです。今やエンゼルスを象徴する選手となった両者ですが、大谷選手がメジャーデビューした2018年から現在に至るまで、2人の関係性はどのように推移していったのでしょうか。最強の戦友マイク・トラウトの本心。今から遡ること2017年の12月、当時のエンゼルスは何としてでも大谷選手を獲得すべく、現地で90分のプレゼンテーションを敢行。トラウト選手もニュージャージー州の自宅からオンラインで参加し、エンゼルスでプレーするメリットを大いに語り、入団を説得してきました。それから6年の歳月が経ちましたが、現在もエンゼルスで共にプレーする選手はついにトラウト選手一人に。文字通り、大谷選手のメジャー挑戦から現在に至るまで間近で成長を見続けてきたトラウト選手ですが、日本人初となるホームラン王に輝いたことについて次のように語っています。チームメイトになって6年、本当にいろいろなことがあったし、翔平のプレースタイルも変化してきた。いろいろ調整したんだと思うし、特に6月の活躍は圧巻だった。レンジャーズとの4連戦では4本のホームランを放っているし、投手としても1勝を挙げた。連戦であれだけの結果を出す打者を僕はほとんど見たことがない。翔平は野球選手としてあらゆる才能に恵まれている。そうした才能をようやくまとまった形で発揮できるようになったんだ。いつも他の選手の癖を見極めたりして勉強している。野球というゲームを真剣に学ぶ彼はそばで見ていて楽しいよ。さらに、大谷選手がエンゼルスに加入した当時のことを聞かれると、なんだか遠い昔の出来事のように感じるね。翔平が加入することを初めて聞いたのは結婚式前日のディナーの最中だった。ビリーからテキストが来たんだ。とても嬉しかったよ。まるでクリスマスの朝にプレゼントを見つけた子供のようにね。すぐにチームメイトや知り合いに連絡して大いに盛り上がったんだ。ただ、さすがに自分の結婚式をすっぽかすわけにはいかないからね。その代わりにテレビ電話でメッセージを送った。エンゼルスがどれほど素晴らしい球団か、どれだけ翔平を必要としているか、熱く訴えたことを覚えている、と誰よりも大谷選手のエンゼルス入りを喜んだエピソードを紹介しています。今やトラウタニの愛称でも親しまれるようになった両者ですが、実は今年の3月に行われた WBC 日本とアメリカの決勝戦後、翔平には嫉妬しかできないくらい落ち込んだ時期があったと、大谷選手の類まれなる才能に嫉妬した時期があったと、苦しい胸の内を明かしていたのです。才能の差に愕然とした。一方が主役になればもう一方は押し出されて引き立て役になることも多いプロの世界。2009年にドラフト1位でエンゼルスに入団したトラウト選手は、大谷選手が入団する2018年までは自他ともに認める MLB のスーパースターであり、ホームランだけでなく盗塁や守備にも定評があり、自信に満ち溢れていました。エンゼルスにはトラウトがいるとファンの間でも精神的支柱になっていましたが、大谷選手が加入して以降、少しずつ話題に上ることが少なくなり、さらに2021年、22年と怪我に悩むことも増えていきました。共にエンゼルスを代表する選手であり、何かと比較されることの多い両者ですが、3月に行われた WBC の決勝戦後、悔しさをにじませながらダグアウトに去っていったトラウト選手は、米 MLB 専門局 MLB ネットワークの取材に対し、大谷選手への本音を吐露しています。翔平と対戦するのは分かっていた。だから精神的には準備が整っていたんだ。カウントの序盤でストレートを投げてきて、それを当て損じてしまった。 3-2 の状況でまさかスライダーを投げてくるとは思いもしなかったよ。これでホームランも打てるんだから本当に味方でよかったね。当時ここまでの選手になると思っていたかって。翔平は鳴り物入りでメジャー入りしたけど、あの頃の彼は自分のプレーをまとめきれていなかった。才能にはとても恵まれていたけど若かったんだろうね。それが今やっと本領を発揮している。ただその分僕も若かった。今は彼の実力を素直にリスペクトできるけど、正直言って
落ち込んだりする時期も多かったからね。最後の打席で三振に仕留められたのも本当に悔しかったし、間近でどんどん成長していく姿を見るといろんな感情が芽生えたよ。誰にも真似できない二刀流というプレースタイルを確立させ、投打のどちらでも好成績を残す大谷選手の成長に思わず嫉妬の感情も抱いたと語ったトラウト選手。プロ野球選手として頂点を目指してきたからこそ、急成長を続ける大谷選手に対して誰よりも複雑な思いを持っていたことがうかがえます。今では素直にリスペクトできると語ったトラウト選手ですが、その言葉通り大谷選手がホームラン王を獲得した時は他のチームメートと共に祝福しています。ではそんなトラウト選手でも獲得したことのないホームラン王とは MLB において一体どれほど難しいタイトルなのでしょうか。日本人には無理を覆す偉業。ホームランは野球の花だ。この言葉に疑問を抱く人はほとんどいないでしょう。日本人の MLB 打撃主要部門におけるタイトル獲得は2004年に首位打者を獲得したイチロー氏以来の快挙。特に SNS 上では大谷選手の本塁打王獲得に早朝から多くのファンが祝福と感謝のコメントを述べています。イチローが野手デビューから23年目で初の快挙。メジャーでまさか日本人のホームラン王が出るとは想像もできなかった。本当に感慨深い。ピッチャーが MLB でホームラン王に輝くとか、漫画やアニメでも見ない快挙が現実になったなど、これまでの日本人メジャーリーガーの挑戦を踏まえ、大谷選手が成し遂げた偉業に感動する声も多数寄せられました。これまで体格やパワーで劣る日本選手には手が届かず、国内を代表するスラッガーだった松井秀喜氏でさえ想像もつかなかったと話すメジャーリーグの本塁打王。今季の大谷選手が打撃のポイントとして強調してきたのがスイング軌道とバットの構え方。一番は軌道。理想の軌道で触れているときは投手の左右球種に関係なく、詰まっても泳いでもしっかりコンタクトできるとその境地を説明しています。また様々な苦難を乗り越えて獲得したビッグタイトルに前人未到の快挙として湧いているのが大谷選手の地元岩手県。ふるさとの奥州市では市役所に幅10メートルの横断幕が掲げられ、町を挙げて快挙を祝福。エンゼルスの T シャツに身を包んだ倉成敦史市長は、記録だけでなく人間性も素晴らしい、奥州の誇りだ、日本人の可能性を高めてくれたと喜びの声を上げています。また大谷選手と同学年で奥州市の水沢リトルリーグで共にプレーした同市の会社員石川正弘さんは、故障さえなかったらもっと記録が伸びたと思います、翔平も最後まで出場したかったはずとその心境を推し量りました。かつてのチームメートに、もうすぐ30歳だけどこの先も焦らずにまずは怪我を治してほしい、投打の両方をやってこその翔平なので二刀流での活躍を願っていますと熱いエールを受け取った大谷選手。2024年のシーズン開幕に向けて全力でリハビリに取り組んでいることでしょうが、来季は打者に専念することでバッティングの成績が飛躍的に向上するといった意見も。実際のところ2年連続で本塁打王に輝く可能性はあるのでしょうか。リハビリの進捗次第では十分可能。オフの去就に注目が集まる大谷選手ですが、10月3日エンゼルスのミナシアン GM は今後のスケジュールについて次のように述べています。彼は FA になるので彼自身の方法でリハビリを進めることになる。必ずしもエンゼルスの管理下に置くというわけではない。もちろん素晴らしい選手だし、我々が再びオファーを出すと言っても問題はないだろう。ただまだ何も決まっていない。まだシーズン途中で契約が残っている場合は球団施設などを使用しながらチームトレーナーから助言を受けつつリハビリを進めることができますが、今オフは独自でリハビリを進めると見られている大谷選手。来季活躍するためにはリハビリが滞りなく進むことが絶対条件ですが、自身もトミー・ジョン手術を受けわずか160日で復帰を果たしたフィリーズのハーパー選手は、来季の起用法について必ずしも DH にこだわる必要はないと思う。僕自身 DH での出場にとどまらず36試合は一塁を守ったからね。その方がチームとしても個人の成績も選択肢が増えるし、自ら守備につくことで同僚の負担も軽減することができるからねと、状況によってはコンバートも悪くないと述べています。実際のところ大谷選手は2021年、同僚の故障などの緊急時に7試合左翼と右翼の守備についた経験もあります。
一塁の経験はないものの、当時のマドン監督の方針からシーズン中にノックを受けるなど、ファーストミットを新調して守備練習に励んだこともありました。 FA 交渉がどうなるかまだはっきりとはしていませんが、チームの状況によっては野手大谷も十分考えられそうですね。いずれにせよ、来季はバッティングに専念すると表明している以上、リハビリさえ滞りなく進めば2年連続のホームラン王も夢ではないはず。投手としての負担がないだけに、来年どんな活躍をするのか今から楽しみですね。皆さんは大谷選手が2年連続でホームラン王に輝くと思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。